ウィレム・デ・フェッシュウィレム・デ・フェッシュは、オランダ出身のバロック音楽の作曲家で、ビオローネ奏者。中年以降はイギリスで活動した。父ルイス・デ・フェッシュは、リエージュ出身の音楽家で、若い頃アムステルダムに住み、ヨハンナ・ウィレムス・ブラハトマースと結婚して間もなく1685年に、アムステルダムから30キロ北西のアルクマールに、移り住んだ。そこで2番目の息子ウィレムが生まれ、 1700年代の初めにアムステルダムに戻った。ボンキューテの副学長カール・ロジェに支持し、その娘マリア・アンナ・ロジェと結婚した。1710年にはアムステルダムのカイザー・ウンのそばにあるアムステルダム私立劇場で音楽家としてデビューしている。1710年から1725年までアムステルダムで活動し、 1725年から1731年までアントウェルペンの聖母大聖堂の学長を務めた。その後1731年、イギリスに渡ってソリストとして活動したほか、教育と作曲に携わっている。1746年にゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの楽団でビオローネを演奏した。1748年と1749年に、 マリルボーンガーデンで指揮を取った記録が残っている。1750年以降は、公の場での活動を行っていない。1761年に、ロンドンに没した。作品には、ユディトとヨセフのオラトリオのほか、トリオ・ソナタなどの室内楽曲、競争曲、歌曲などがある。オラトリオは2曲とも失われたと考えられていたが、1980年になって、 ヨセフの主公婦がベルギーの音楽学者、ペーター・アンドリーセンによって、ロンドンの王立音楽アカデミーで発見された。このオラトリオは1984年に、ヨス・スビレンスの式でベルギーで再上演され、1987年にはヨス・ファニン・マゼールの式によって、オランダのアルクマール音楽祭で上演された。ムジカード、レーヌムの演奏による CD も発売されている。 作風は、ヘンデルとアントニオ・ビバルディの影響を受けたものである。今日も生き残っているフェッシュの作品は、オランダ・アメリカの音楽学者、ロバート・タスラーの科学的な工程を経て、アムステルダムの出版社ドネムスからまとめて発行された。タスラーはまたフェッシュについて、ビレム・デ・フェッシュ、結出した、音楽家にして、貴重な人物という書物を書いている。ABC ラン5番ウィキペディアによる。 詳細は、イムソルプの楽譜による。演奏例、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 演奏例。詳細は、イムソルプの楽譜による。ありがとうございます。